さて、葵さん、湯沢で男だけの二人暮らしスタートしたいと思います。まずは、湯沢に向かいましょう。いいかい？はい。 Alright, here we go. Go. パーキング到着。青、さあ葵さん、今夜はここで寝ましょう。 OK、 グナイ。葵さん、おはようございます。超寝坊しましたね。がっつり寝坊してしまいましたけども、はあ、ダメだ、まだ目が開かない。準備していきましょうか。出発するぞ。トンネルを抜けるとそこはゆつぐぬだった。来たぞ正面は岩っぱら。青はユーザー大好きですか？大好きです。じゃあこの1週間も思いっきり楽しもうぜ。真っ白、ユーザーは真っ白。帰ってきましたね、葵さん。ここで今回は2人でユーザー暮らしします。楽しみ。中里スキー場、湯沢一発目滑りますよ。葵さん、準備はいいかね？アイアイキャプテン。オーライ、また戻ってこれたね、湯沢に。楽しみだね。ありがとうございました。いいね、飛ぶ飛ぶ。来ましたね、工場。さあ、それでは僕たちの住まいですね、設置していきたいと思います。OK、 私たちのお家完成しました。また帰ってきました、キノコ工場。そして会長は相変わらず重機で除雪をしております。どうやらちょうど僕らが来る1週間前に最強寒波が来て、これぐらいの雪景色に仕上がったそうです。それまでね、全然雪がなかったってね、地元の人も言ってました。ちょうど僕らが来るタイミングで湯沢らしい景色に戻ってきたみたいですね。ラッキー。お疲れ様でございます。コーヒーでも飲もうか。はい、あと今回もお邪魔しに来ました。スリーハウス、やったんだ。もう一回バイパスを作り直して。やっぱり雪国だね、これは。やっぱりお客さんの反応を見とると
雪国だからこそこういうツリーハウスが入るみたいな。で、何にもない山の中に作っても面白くないんだ、面白くないかもしれない。またうちの息子が1週間湯沢小学校に、娘じゃない息子なんです。あれ結構あれ男の子だからね、気をつけないと。気をつけないと。こういう男の人は気をつけなくちゃいけない。そういうことです。もうすでに、お客さんがね、泊まりに来てるらしいです。ほとんど外国人のお客様が多いそうですけども、新しいねルーム G っていうのが去年の秋完成しました。ほんとだ、お部屋は完成しました。あー、ロフトベッドになってる。ここはねリビング的なお部屋ですかね。そしてこの急な階段、これ気をつけないと滑ります。気をつけてこの階段を、螺旋階段を降りていくとですね、さっきのリビングの下側にバスルームですね、しかもここからこう川を眺めながら入れるお風呂になっております。こちらが湯船ね。そしてここにはサウナ。あ、サウナあったかい。まだここお風呂見て。え、どうやって入るの？ここ、これが湯船の。開けたらどうなの？これね、水着で入る露天風呂。ほら、あったかい。だからね、サウナ入って、あるいは湯船も入って、そしてまた渡り廊下を渡っていくと、こちらには展望台よく見えましたか、葵さん？怖い。あ、ここはさすがに雪が積もってる。ここは展望台になっております。何を展望するかっていうと、廃墟になったホテルですね、眺めることができます。すでに、もう2月いっぱいまで、週末は海外のお客様で予約は埋まってるそうなので、興味ある方はぜひ原田さんにお問い合わせいただけると泊まれるかもしれません。1泊1人1万6000円だそうです。素泊まりです。食事はついてません。さて、お風呂も入ってきたので夜ご飯タイム。夜ご飯は上毛高原サービスエリアで買ったもつ煮。葵さん10分測ってくださいね。今回は電子レンジがあるので食が豊か。素晴らしい。やっぱりね、文明の利器っていうのは最大限活用するべきだよね。これによって食のバリエーションがものすごい広がる。今回はね、息子と来てるのでちょっとは美味しいものを食べさせてあげたいなと思ってます。てってれーからもつ煮、うまいしかイメージできない。絶対にうまいに決まってます。でーん、完成。これはね、辛くないスタンダードのもつ煮ですね。どうすか、すごい辛いのが美味しくは感じる、うん、本当中毒性ありですね。やばいっすね。いただきます。じゃあまずはノーマルから。嘘でしょ、めっちゃうまい。いいね。スプーンで取る、それをご飯にかける、ワンモアスープ。チェグチェー。あー、幸せ。1日目からこんな美味しいのいっぱい食える、最高。葵さん、洗い物ありがとうございます。おはようございます。湯沢暮らし最初の朝ですね。今日からここでの生活が始まります。まず今日はね、はい、おはようございます。葵さん、おはようございます。今日は学校初日ですね。楽しみですね。さあ、今年もやってまいりました、湯沢学園。一週間お世話になります。お世話になります。わあ、この子はポニー、そっちがドサンコ。すごい、どうなってんだキラボシ。もともと僕スポーツセラピーとかを発達しよう。そうなんですね、素敵な授業だ。食べますか？おいしい。どうぞ。ああ、食べた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 ね。さあ、今年も帰ってきました。コワーキングスペースですね、キラボシですね。戻ってまいりました。ただいま。帰ってきたキラボシ。
さあ、ガパオライス。あっちち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 ガパオライス。じゃあお湯冷める前にスープだ。じゃあ葵さん、今日の夜ご飯を説明します。ガパオライス、そしてソースカツ、レトルトとレンチン料理で今日の夜ご飯最高。いただきます。いただきます。どうぞ。すごい香りがいいね。いい味。うまいうまい、間違いない。葵さん、はい、おはようございます。おはようございます。今日はスキー授業です。楽しんでいきましょう。行くぞ。パーン、ユーフ、パラララ。今日最高の一日を。行ってこい。さあ、今日のゲストはてってるー、ルキとキャサリー、3年ぶり。おはようございます。さあ、トレーラーナイト、今夜は龍騎が泊まりに来ています。ヤッホー、ユーザーナイトです。ちょっと夜更かししています。バッドボーイズ、寝ます。グナイ。おはようございます。よく眠れましたか？まあ、うんうん、いい夢見ましたか？葵が誰かに告白した夢。誰ですか？僕に知らない。ももか。今日も学校を楽しみましょう。ノー。イエスと言え。イエス。イエス。よし、学校行くぞ。から入る。パーグパラララ。今日も最高に楽しい一日を。パーグパラララ。楽しい一日を。行ってらっしゃい。行きます。ここが子供たちが会話してもらっている湯沢小学校です。もう大学みたいな学校ですね。松戸の小学校とは雲泥の差です。今日はね、松戸の小学校と、湯沢の小学校でズーム交流会をやってもらってます。最高。今夜の泊まりナイト、ゲストはコタロウ。イエーイ。それじゃあ乾杯。イエーイ。チビたちはノンアルカクテル、差し入れビールいただきます。うまいです。よし、夜ご飯作るぞ。はい、早速トラブル発生。まだご飯にありつけません。急遽ラーメンからレトルトカレーになりました。なぜならラーメン丼がないというね、まさかのトラブル発生につき、今夜はレトルトカレーになりました。冷凍食品のおかずいっぱい食うぞ。どうぞ。いただきます。いただきます。熱々。そうなんだ。じゃ結構満員バスだね。うん、小太郎はまだ終わりない。メンチカツがあるから。え、大丈夫。これは見えない。かわいそうすぎる。そういうおもちゃだもん。向こういっぱいになった。うん。ガムガムだ。ラゲだ。お皿洗う。お皿洗う。おはよう。朝です。7時です。寝坊してます。シャギンときましょう。よし、学校タイム。パーグパラララー、パーグパラララー。いってらっしゃい。岩っぱらの中腹で、火災発生ですね。相当燃えてます。トロサーモン丼。いただきます。
カトリー、カトリー、よし、よく来た。ケイちゃんも。おかえり。さあ、キラホシの新しい拠点にやってまいりました。てってれー、すごい、たくさんいる。誰立ちますか？久しぶり。再会、再会。いらっしゃい。やっほー。すごい。到着しました。よーし、朝活パウダー。私もやってまいりました。朝活パウダーです。やってきました、中里。今日はですね、ご覧の通りパウディーパウディもやってきました。道の駅三つまだ。てん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 、もつ煮丼、もつ煮丼、もつ煮丼。今回もやってまいりました。三つまたのもつ煮丼食べます。我慢できない。いただきます。言葉を失うわさ、やばい。かわいい。みんな頑張れ、女子チーム頑張れ。葵さん、1本目どうでしたか？よかった。よかったね。2本目、意気込みの方はどうでしょうか？やるぞ。やるぞー、絶好調。うん。オッケー。狙うは1位だ。4、3、2、1、それかい！ ゴー！ 葵かい！ 葵けー！総合流気、ゴー！流
しい。いろりで鍋をやらせていただくことになりました。会長ファミリーと楽しみだね。いやー素敵、いろり、わあったかい。初めていろりスタイルで鍋をやります。ちょっとねあんまり台所ついちゃい生まれて初めて僕ら大きくて驚く。もうあの小鳥さん、いろり鍋いいですね。うちも作ります、いろり。今日もまた、大先輩たちにお呼ばれしまして、玄関にあるいろりで鍋。だっていろりで食べるなんて初めてですもん。こんな貴重な体験。僕もそんなに経験ないです。絵がいい。鍋がぶら下がってる。あれやる人ない。大変お世話になりました。どうも、こんばんは。お世話になったね。楽しかった？お忘れ物ない？黄色い方？じゃあ白い方。ゆうべも全員泊まってったの？あ、はい、あそうなんだ。行け。今回もお世話になりました。こうも大変大変お世話になりました。けちゃんもありがとう。またね。
またねバイバイ。帰るときは寂しい、いつも寂しい。今回も大変お世話になりました。片付け完了、一旦帰ります。トレーラーは置いてきます。さあ、そしてテッテレー、完成しました。岩っぱらスキー場と雪だるまくんです。さあ行きましょう。さて今年も中野屋さんでお米買いました。美味しいお米、特別栽培米いただきます。中野屋食べに来たいよ。中野屋のそばが食べたいけど混んでて食べれない。湯沢町、またもう一度ここに住むことがあるとすれば、子育てが終わって夫婦二人に戻ってからかな。また暮らしてみたいな湯沢町。ラストは一路のラーメンで締める今年の湯沢ライフ。辛味噌チャーシュー丼、いただきます。どうぞ。辛味噌チャーシューです。早く帰れって言われちゃった。とっとと帰って。また来週行くし。お世話になります。さようなら。また来週。バイバイ会長。ごちそうさまでした。イエーイ、コントリーニュースだ。今回はこのゲストイケメン青井さんに質問をしていくぜ。まずこの1週間、湯沢生活どうでしたか？スキーの授業ができてとても良かったし、大会でいい記録出して いい思い出にしたしまし、できました。イエーイ。お泊まり会は普段しない人とできてよかったです。イエーイ。みんなでご飯食べたりスキー行ったりして最高でした。素晴らしい、また湯沢行きたいですね。湯沢行きたいです。今年インタビューありがとうございました。イエーイ。ありがとうございました。